one second. Behind you, big blast. Is it coming this way? そうですね、もう一番の心配はいつ帰れるかということで、前にもね、噴火経験してるんですよ、22年前に。ですから、なんていうか、噴火前に心の準備はもうできてて、割と早く避難したんですけどね、あとはもういつ家に帰れて、いつ職場行けるかっていう、そういう心配ですね。